ひろです。くるくるくる、ただいまひろです。今日は何ですか？さっきちょっと聞こえた青缶。青缶、そう、青缶についてちょっと話してもらおうかな。はい、したことあります？ないです。そうですよね、ないと思うんだけども、実際どうなのかな。うん、どうなんですか？実際やってるんですか？みんな深夜の公演とかってことですよね。あ、そう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 、やりたいなって思います。思わないです。私の性癖にはないかも。ゆっくり家でしたいし、見られちゃうかもドキドキっていう性癖はないかも。じゃあ彼氏がもしいたとして、うん、ワオカンしたいなって言われたらどうします？あ、言われたらでもね、分かったってなるかも。うん、場所とかもね、いろいろあるじゃないですか、ね、今みたいに夜の公園とか、うん、あと公衆トイレとか。ああ、なるほどなるほど。公衆トイレとかどうですか？絶対嫌ですよ。それは断る、さすがに。うん、でもなんか青缶っていうものをしたことがないから想像できないんですけど、結構ショートな感じなんですかね。どうなんでしょうね。フルコースでやること想像しちゃうとなんか大変でしょうってなっちゃうんですけど、ほんと短いのかな。例えば男の人のすぐ束縛してじゃあ入れるぞみたいな。ちょっとなかなか強引なエッチですよね、それだと。まあ、でも刺さる人もいるんだろうな。ちなみになんか撮影で外で保管したりとかってありましたよね？ないです。あ、そうなんだ。うん、じゃあカラオケとか車の中とか。え、それも青缶に入るんですか？ちょっと青缶か怪しいですけど、うん、一応その純青缶みたいな。うんうんうん。これどうですか？カラオケはありかも。高校生の人とかがやってたらエロいなって。エッチしたいけど場所ないけど我慢できないんだみたいな。それ30代40代の人だったらちょっと私の性癖には刺さりません。かはいいと思います。逆に30代40代、うん、だから家帰るの我慢できずに今ここでやってるんだなって思ったらちょっといいなってなります。見たことあります？ないんですよね。青缶って本当にだから実在してるのか私の中では結構疑問。結構友達でいますね、青缶見たことある人とか。聞いたことないですよ。カラオケでしたとかは聞いたりしますけど、やっぱ私純粋なのでないかも、そういう話聞いたことも。あと、そう、これちょっと前にどうかなと思うんですけど、うん、学校、あ、エロそう。学校でやったことないですかね？ないですよ。友達がやってるの見たらちょっと興奮しちゃうかも。あり。聞いたことあります？なんか学校で。ない。マジで結構性事情に関してはつまらない人生を送ってきたと思います。何の刺激もない学生時代で、まあ、いろいろ想像をかきたてられて興味持ってこういうお仕事始めたってなったので、結構ね幻だと思ってるんですよね、学校でとか。じゃあ意外と真山さんって青缶から遠い人生だったんですね。なかなか遠いと思います。はい、皆さんいかがでしたか？私は青缶とは程遠い学生生活10代送ってきました。青缶って本当にあるのかな？ちょっと幻だと思ってるんですけど、よかったら皆さんのエロエピソードコメント欄で聞かせてください。それではご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。ただいまひろでした。バイバイ。